皆さんが言ってみたい、言ってあげたい、かっこいいセリフ。なるほど。なんかあの、エンディングらしいですね。そうですね。なんかエンディングの時いつもあるんだもんね。エンディングの時に言ってますもんね。ね。でも、それとは別にしよう。それとは別で、そうそう。せっかく質問でいただきましたね。わかりました。はい。じゃあ、かっこいいダンスを見せてくれた畑野くん。これです。難しいよね。2ステップです。いや、それはいいんですけど。はい。言ってみたいです。さっきは、なんだっけ、こんなこと言うの、渡るにだけなんだからね。って言われて。でもなんか、その、なんだろう、アンサーソングじゃないんですけど。ソングじゃない。ソング歌う歌うんだ。本当に歌いたい。まさか。どんな絶対だろう、歌。ごめんなさい、歌じゃないです。なんて言ったらいいんですかね。要するに、独占欲の現れのようなセリフがいいですね。ほー。というと例えばなんかこう、まあ、自分がいるんだからいいじゃないかみたいな、うんうん、俺がいるんだからいいだろうみたいな、そういうセリフ。俺に言わないでよ、急に。恥ずかしいんですよ。だって恥ずかしいんです。いや、これ一人ずつちゃんとやってくださいよ。ここで僕だけにしないでください。ちゃんと平川さんもやりますからね。皆さん期待してくださいね。平川さんだけがやる。いや日野さん、なんでそこに入れちゃうの。まあいいじゃないか。いいですか、じゃあ、僕が言わい。だからみんななんで避けてくん。僕が言いたいセリフです。俺がいるんだからいいだろ。俺だけにしとけよ。なんだこりゃ。こんなに恥ずかしい功労は初めてだ。じゃあ、平川さんお願いします。俺一人ずつお願いします。俺じゃない。あなたが振ったんだ。この流れはあなたが振ったんだ。僕、いきなり言うの？そう、説明からじゃなくていきなり言うの？説明から入って、うん、自然な流れで入ってくる。なるほどね。はい。僕ですね、うん、最近こう、また久しぶりに料理なんか作り始めまして、おー、素晴らしい。一緒に、ご飯を作ったりですね、なんかこう、台所に二人で並ぶっていうのをこう、なんとなく憧れたりするわけです。いいですね。いいですね。はい、うん、ね。で、まあ何でもいいんですけど、こうなんか作ってる時とか、ね。に、言う、セリフ？セリフっていうか言葉？言葉、うん。包丁、危ないから気をつけろ。うぅー！こんな感じ。なるほどね。ね、いいですね。これはいい。ちょっと愛がありますね。ちょっとね、こういうの、じゃあ、ケンタ。俺、最後そら、大鳥をゲストにお願いして。じゃあ、ゲストね。いやー、そうっすね。行ってみたいです。まあ、先ほど、こんななりしてますが、心は、装飾。装飾男子。まあ、そんな僕が憧れる、うん、はい、やっぱり、男らしいこと、ちょっと言って。出るんだ。いや今いい空気で、今良かったのに。かなりいい空気でしたよ。ちょっと、いや、その男らしい。男らしいセリフを。皆さんお願いします。愛を支えるのは、おめえだけだ。かっこいい！かっこいい！やばい！すげえかっこいい！もう。ね、こんな声で耳元で言われたらたまらんよね、ほんとね。やばい、抱かれる。別な意味で。人殺しだよね、なんかね。もう。ね。すごすぎますよ。あ、キュンときた、キュンときた。じゃあ、大鳥に、お願いいたします。すっげえ恥ずかしいぞ。照明も強くなった。じゃあ、どうしようかな。日常的なところで。そうですね。それはそれでなんかいい感じがする。雨が降ってると妄想してください。はいはい。いいですね、雨。傘を忘れて出かけちゃいました。で、帰ってきたところで、駅の、入り口のところで待ってます。そのシーンから。動きがある。ちなみに、ここに立ってます。あ、まだ説明だった。ここにいるんです。ここに女の人が立ってるのね。はい。濡れるぞ。迎えに来た。おい！
この子は。いや、雨っていいですよね。恥ずかしい。まあ、なんかストレートな、ね、感じがね、山下がね。また迎えに来たってところがかっこいいですね。迎えに来たってところがいいんだ。やだな、こんな終わり方。大丈夫まだ全然時間ある。